はい、皆さんこんにちは、モロトフです。 OB ユニバースを続きをねやっていきましょうか。これがね現在の我々のね文明の状況ということで、はい。で、一つね課題があるのは人口なんですよね。人口は48人ということで、成長がねあまりないなというのがわかりますね。そして社会安定性というものがありまして、そのアイコンがこれかな、社会安定性。徐々にだけど、ゆっくり悪くなってんだよね。まあそれはね、いろいろね、我々の文明も複雑になっている。特にね、軍事産業が結構発達していって、歩兵とかね、海軍なんかがね出てきているという状況ですね。合わせて交易も前回のね後半から徐々に開始されて、お金がね溜まってきているんではないのかなと思います。で、もう一つ気になるのは環境資源なんだけど、動物、これはね、豊富にまだあるよということで、野生動物がたくさんいるということだよね。ただし、植物ですね、減少傾向にあるということで、ひょっとしたら枯渇していく可能性があると。で、なんで枯渇していくんだっていうと、一つはこれ採集ですね。植物、つまり果物とかをね、人間が取ってってんだよね。あと、これですね、家畜を飼っていることで、動物たちが植物を食い荒らしているという状況がわかります。これらね、いろいろな食べ物の獲得手段によって、我々はね、食料を確保しているんですね。で、この食料が出産をね、促して人口を増やしていると言うんだけども、あまり人口が増えていないということですね。まあ、人口がね、増えていない原因は何かっていうと、もう少し食料が必要だろうということなのかもしれない。どうなんでしょう？これ、食料もね、監視しとこうか。監視してわかるのは、食料は 100% だから十分なんだ。人口が増えないのは何か他に要因がありそうだな。今回はね、その辺が分かっていくんじゃないでしょうか。それでは進めましょうか。いや、その前に。このゲームね、複雑なんだよね。その前に、我々影響力100を持っているんで、何か使っちゃいたいですよね。で、今アンロックできるのは何かというと、一番上の質より量、もしくは傭兵ということで、これ軍事関係なんだよな。軍事関係をあまりね、大きくしていくのも序盤からどうかと思うんだよな。それよりかはもう少しね、知識系ですよね。テクノロジー系をね、アップしていきたいなと思っております。特に、そうだな、これ必要だよね。筆記。今ね、交渉、言葉でね、すべてを伝えているという恐ろしい状況なので、これはね、筆記に変えていきたいですよね。筆記にするには、貴族階級は15を超えることということですね。貴族階級は確かこれだ。で、貴族階級を増やすにはどうするのかというと、これですね。都市化を進める。そして、定住を進めると。定住は重要だということか。じゃあこれぐーっとね、満タンにしときましょうか。よいしょっと。はい。政治力を使いました。で、さらにね、今後ね、こっちも、増やしていきたいけど、今33しかないからね、まあ、微増でいきますかね。どんぐらいだろうな。ここか。これは政治力とともにお金も使ってるんだ。じゃあこれでいいかな。これでお金ゼロになっちゃいました。そして続けましょうか。なんとかね、我々の文明に筆記をもたらしたいという感じですね。はいはい。あっという間にね、政治力が溜まるんですよ。だから必要なものにね、どんどんね、政治力をね、割り振っていきましょうね。すごいスピード。よし、一回止めようか。もったいないもんね。ちなみにね、なんで政治力がこんな早くね、溜まるかっていうと、社会が安定してるからなんですよ。これは納得いくよね。このゲーム深いですよね。ということで、政治力を何に使おうかなと。さらにこっちを見ていこうか。おー。蔵ですね。蔵を作っていくと、食料が溜まるから、捨ててるんだろうな、今腐ってるのは。これぐーっと溜めていくっていうのは、蔵は重要だな。陶器か。陶器を50越すことって書いてある。陶器これだな。ね。陶器を50越すか。じゃあ、これをぐーっと上げていきますか。幸いにも政治力だけでね、いけるんで。じゃあ、ここら辺で43、微妙に50いかないよということで、もう少し政治力を貯めていきましょうか。ね。社会安定性はこのゲームにおいてね、めちゃめちゃ重要なファクターの一つですよね。結局それがないと政治力が溜まんないというね、恐ろしい状況になってしまうと。一応50までここで上げとこう。よし。あとは改めて政治力をもっともっと上げていきましょうね。よしよしよし。それ以外にもやるべきことは何だろう。自然への献身。何でしょうかね。国境管理。あ、
ちょっと待てよ、自動でなんか増えてきた。陸上貿易ですね。陸上貿易は可能になりましたぞ、ということで。今できることは、都市民兵か。これによって公共の秩序を安定させますということで、これは社会安定性にとってプラスのことですよね。多分そうだよね。これ行きましょう。一気に作っちゃいましょう。よいしょっと。はい。これで様子を見ていきますかね。今は民兵は少数だということで、今後ね、力をね、つけていく感じが必要かもしれないですね。やっぱりこれですね、社会の安定性に対して良い影響を与えてますよね。したらこれをクーッと上げていく。若干多めに上げていきましょうか。どんぐらいまでいける？ここまでいけるか。そしたらパッとやっちゃいましょう。よしよしよし。なんか来たかな？来てないよね。たまにね、BGM が恐ろしい感じになりますけど。蔵ができるぞ。蔵ができるけども、政治力がもっと必要だと。政治力がそこまでたまらなくなった。支出か。そういうことね。社会の安定性は上がっていくけど、民兵があるとそれは支出にね、関わるということで、ちょっと幾分スローになっているのかもしれない。ただ、蔵は重要だから置いておきましょう。カツッと。よし。これによってさらにね、定住が加速されるよということですね。ただね、このゲーム、毎回同じなんだけど、アイコンをね、置いただけではダメですよということで、これでアップさせなきゃいけないんだ。ちょっと、何これ。海上貿易ですね。よしよし、いいんじゃないの？お金がガンガンたまんじゃないでしょうか。これをね、こう、プラスにしておきましょう。蔵です。よっしょっと。蔵を強化するにはお金もかかっていると。そんな中で、今ね、貿易が盛んに行われていると。ほう、採掘もいいね。金とか鉄とかをね、掘るというのは新しい産業につながるんじゃないかな。これやっとこうか。多分、交易の方に置いとけばいいんじゃないかな。ポツッと。はい。置いてみたら二つですね。塩。採掘によって塩が取れるよと。あと、金ですね。やったやったやった。じゃあ、ここに置いとこう。金が取れればね、相当お金はね、潤うんじゃないでしょうか。と思ったら、伝染病来ました。伝染病か。うわぁ。伝染病はね、人口に影響を与える。さらに、これはなんだ？そうだよね。陸軍の規模に影響を与えているということですね。ちょっとこれは耐え忍がなければいけませんね。食料も少し減ってるのが気になるし、社会安定性もね、いまいちになってきましたね。どんどんね、考えていかなきゃいけないのがこのゲームということで。不安定だなぁ。そうか。不安定要素を取り除くためには何が必要なのか。お？ここでさらにお金をね、取ることもできるかもしれないね。貿易税か。貿易税は必然だよね。必要だと思う。あとは君主制。そもそも我々の国家は何の制度もないということなのかもしれない。ここは君主制を取っていくということでいいのか。それとも共和国という概念もあるぞ。君主制っていうのは王が君臨するということだよな。難しいけども、今時点やれることは君主制をやっといた方がいいかもしれないね。これをやることで社会が安定するかもしれないからやっておこう。ほいと。様子を見ていこう。この君主制、やっぱりそうだ。社会の安定性に対して強い影響力を持っていると。民兵は民兵で必要なんだけど、やっぱり支出がね、かかっちゃうから、ここは少し君主制をちょっと強めていきますか。ね。せっかくゲットしたから強めていきます。低い権限ということで。あまりね、高い権限を持つとみんなね、不満を持っていくんでしょうか。よしよしよし。植物大丈夫かな？減少してんだよな。申し訳ないな。動物。ちょっと減少傾向にある。まだまだ豊富だから気にしなくていいかな。ちなみに植物にいい影響を与えてるのは当然だけど、湿度ですね。そうそう。貴族階級徐々に増えていってますね。これによって筆記ができるんだけど、まだちょっと時間かかりそうですよね。ほう、交渉は必要ないということで筆記ができそうだな。交渉、これを削除すればいいのかな？ポツンと削除した。そしたらばどうなる？見ていこうか。多分筆記が上に来るはずなんだ。来たね。よしよし。交渉を取るか、筆記を取るかということで、当然今の文明ね、筆記ですよね。よし、超重要なものを取りました。さあ、そしたらどんどん勉強してもらうためにも、ゲージをね、強めていきますよ。はいっと。今のレベルは表意文字ということかな。
さあ、食料も安定してきた。蔵があるから110にね、なってきたということで、もっと蔵をね、強めていけば、さらにね、食料を持てる数が増えていくということかもしれないね。こんぐらいでいいかな？こんぐらいで。おいしょっと。ほい。お金がっつり使うんだよな、蔵はな。あとはね、食料取引ですね。ピンチな時に、おそらくなんだけど、お金でね、他国からね、食料を買うっていうことだと思うんだ。これは極力ね、やりたくないアイコンだけど、持っといた方がひょっとしたらいいかもしれないね。前回もあったけどさ、イナゴみたいのが急に来た時に食料がなくなっちゃうんだよね。そんな時は悔しいけども食料取引に頼るということで、ここに置いときましょう。で、今の段階はね、特に何もないよということで、なしで置いときましょうか。ね。よしよしよし。わ、すごい。このね、交易がすごい。お、起業家が出てきたんですね。そりゃそうだよね。貿易、商売がね、発展していけば、俺がね、社長になるぞ、という人も出てきますよね。海上貿易、こっちにあるな。もうちょっとこっちかな。よいしょ、よいしょと。あとは我々としてやるべきは、文学なんかも必要だよね。ここら辺、宗教と文化系をね、全然やってないですよね。文学。哲学は我々のね、文明にはなさそうなので、ちょっと音楽をね、普通に上げておきましょうか。重要だよね、音楽とか。あとはさっきの筆記とか、数学なんかめちゃめちゃ重要だよね。教育というものもあるのか。宗教モニュメントか。宗教モニュメントを上げろと言ってるね。これだ、宗教モニュメント。ちょっと上げとく？こんぐらい上げとこうか。カツッと。よし。結構毎回自利品になっちゃいますけどね。でもこれによって社会の安定性は今ね保たれてますね。ただし前のね単純な文明とは違って今ね高度になったために社会安定性がね欠如しだしたという状況ですね。人口はね幸いね疫病後回復傾向にあるということですね。はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。続きはね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。